ティレニア海は地中海の海域の一つである。ティレニア海とも表記される。イタリア半島の西側に広がり、コロシカ島、サルデーニャ島、シチリア島に囲まれている。イタリアのシュトローマ、シャ島で有名なピサ、風光明媚な海岸で有名なナポリをはじめとして、イタリアの経済の重心がこのティレニア海側に集まっている。この海域では海底での火山活動が活発で、 シチリア島の北のエオリア諸島にあるストロンボリ火山は地中海の灯台と呼ばれるほど見事な噴火をする。この海と関わりの深い諸言語では以下のように表記される。ティレニアの名前はこの海域の沿岸に位置するトスカーナ地方の住人であったエトルリア人を古代ギリシア人がティレニア人ティアノイと呼んだことに由来する。エトルリア人は 当時のギリシア人など多民族の人々に、ルディアから古代のイタリアへ移ってきた人々であると考えられていたが、一方で、イタリアの地で最も早く文化を発達させた民族であり、交易の民であった彼らは、この地方の代表的存在でもあった。そんな彼らの活躍の場であったために、エトルディア人の海と呼ばれるようになった。ちなみに、トスカーナも、ローマ人が彼らを、ダサイ、 イトラスックと呼んだことに由来し、前者が地名の語源として取られた。現在ではおおむね、トスカーナ地方は、エトルリア人の先住地であったと考えられている。テレニア海の海底地形。青線は、イホの定義による海域の境界国際水路機関は、地中海の海区分として、テレニア海を定義しており、その境界は、以下の通り、イタリア海軍水路機関の定義する。 リグリア海の境界。赤はイホの定義。北はリグリア海と接続する。イホの定義によれば、サンピエトロ岬からその南方の諸島を経て、コルシカ島のカップコルスを結んだ線がその境界である。イタリア海軍水路機関は、これと異なる定義を行っており、トスカーナ州とコルシカ島の間のコルシカ海峡を境界とし、これより北をリグリア海としている。 西の境界は、コルシカ島とサルデーニャ島の間のボーニファシを海峡である。この海峡によって接する地中海の海域について違法は定義を行っていないが、サルデーニャ海とも呼ばれる。西南の境界はサルデーニャ島とシチリア島の間を結ぶ線で、その距離は約 290km である。ここで接続する地中海の海域について以降は定義を行っていないが、 サルデーニャ島とアフリカ大陸の間の海はサルデーニャ海峡シチリア島とアフリカ大陸の間の海はシチリア海峡と呼ばれる。東南にはシチリア島とカラブリア州との間のメッシナ海峡によってイオニア海と結ばれている。テレニア海の主要な島としては以下がある。は、イホの定義において境界を構成する島である。ありがとうございます。